放送局。はい、どうも皆さんこんにちは、ゆうと放送局のゆうとでございます。ということで2021年、今回が2本目の動画ということでございますが、早速皆さんに、お知らせがございます。はい、なんとですね、私の自宅レイアウトに新しくですね、踏切と川をですね、制作しようかなと思います。まあ、ちょっとね、急に決まった話なんですけどね。で、どうして急にこんなことになったかと言いますとですね、去年ですね、トニックスのトラフガーダー鏡というね、商品、ご紹介しましたけどね、こちら。はい。で、これ、緑色のガーダー鏡を買ったんですけども、この間ね、実際に私、築堤を作りまして、実際にレイアウトに組んでみたんですね。そしたらね、めちゃめちゃかっこよくてですね、このトラフガーダー鏡ですね。で、あの後、実はね、もう一つバリエーションがありまして、赤色のね、トラフガーダー鏡があるんですが、実はね、そちらを実は購入しておりました。まあ、特に色が違うってだけで、まあ、物は同じなので、紹介動画という形では何も出さなかったんですが、今回実はね、その赤色のトラフガーダー鏡を購入したということで、せっかくだったらね、そちらもね、レイアウトに設置したいなということで、で、この間のその築堤に作った時はですね、そのトラフガーダー橋の下はね、こう道路になっていて、車が通るっていう設定だったんですが、で、もう一つ設置するなら、せっかくならね、川にしたいなと思いまして、その川の上をトラフガーダー橋でこう、ね、通過するっていう、そんなシーンもいいなと思いまして、ちょっとね、急に、川制作と、まあ一応踏切、まあ踏切はちょっと今の話は関係ないですけど、設置しようかなと思いましてですね、ちょっとこれから制作しようかなと思います。で、一応それをどこに制作するかというとですね、こちらでございます。どうぞ。はい。で、一応ね、設置場所としてはこのエリアになります。この公園があったりとか、山がある方ですね。この間制作した自作カントレールがあるこのエリアになるんですが、一応踏切をこのね、カーブに入ったところ、ここら辺に設置しようかなと思っております。で、トラフガーダー橋ですね。まあ、川はどこに設置するかっていうと、一応この直線区間のところに、作ろうかなと思います。一応川はね、そんなに長いものというか幅の広いものは作れないので、非常に、まあ、なんていうかね、小さい川なんですが、ここに一応作ろうかなと思います。で、それに伴ってですね、ちょっとこの高架線の配置は全く変わらないんですが、高架橋ですね、ちょっと既製品ではなくて、ちょっと自作の高架橋を新規にまた制作して、作る予定でございます。なのでちょっとここら辺の雰囲気、かなり変わると思いますので、ご了承ください。はい、ということでね、一応設置場所としてはこんな感じになります。実は今日早速ね、作業しちゃったんですよね。川を掘ったりとかね、いろいろ作業したので、ちょっとよかったらそちらもご覧ください。はい、一応ね、今日はいきなりですけど、この川を作る部分、こんな感じでね、スタイロフォーム、切りました。完全にこれ土台を切ったんですけどね、ちょっとかなり勇気がいる作業だったんですけども、こんな感じで川の作る部分を切りました。はい、で、このスタイロフォームを切った部分はですね、薄い板ですね。この板をですね、グレーに塗装して、スタイロフォーム土台と接着をいたしました。で、トラフガーダー橋のこの赤色をここに設置する予定でございます。で、一応ここにね、石を置いたりね。で、また今回もモデリングウォーターをですね、使って川の表現をしようかなと思いますので、ここら辺はまたちょっと、また今度ね、作業していこうかなと思います。で、踏切はこんな感じで設置してみました。はい、今回はジオコレのね、踏切をまた使用しておりますが、で、このカーブに入ったところにちょっと設置をしてみました。で、とりあえず道路の表現は、紙やすりですね。紙やすりをこんな感じで、道路代わりに使っております。あとは簡単にラインテープですね。白色と、まあ、中央にはこの黄色の、ラインテープを貼っているだけです。これだけで道路っぽく、見せることができますね。あと細かく、まあ、言うとガードレールとかはね、そのうち設置していくとさらに良くなったりするんじゃないかなと思います。で、一応この区間は、線路と道路がね、こんな感じで同じ方向にというか並走する形で、作ろうかなと思います。
はい、ということで一応今回はこんな感じになります。まだ全然作り始めたっていうのと、まあいきなりね、皆さんに何も告知もしなかったんで申し訳ないんですが、実は急に決まったことだったんで、ちょっとね、告知のしようもなかったんですけども、ちょっとね、2021年入ってちょっと早速ですけどね、頑張って、作っていこうかなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。じゃあぜひね、楽しみに待っていてください。それではさようなら。